Do you know 俺が牛 No チク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 。はい、こんにちは皆様。本日は前回のあのテテ風メイクがあの何も自分の今までの動画内で一番再生回数がいってる動画になって、めちゃくちゃいろんな人からお褒めの言葉をいただいて、すごく嬉しいです。カサニダ、カサニダ、今回も味を占めた自分はテテメイクをしていきたいと思います。で、今黒髪だった時のテテって言ったら、自分の中ではあのそのオンみたいな時のテテが黒髪で、なんかパーマーみたいな感じでめっちゃかっこよかったなぁと思って、ただそれを今日やろうかなっていうふうに思います。そうで、ね、この前のこのテテ風メイクの時はなんかベースメイクやってからの動画だったから、今日は最初から最後まで動画に残していきたいなというふうに思っているわけです。ぬん。で、髪型も洋服も全部変えてやっていくんで、よかったら最後までご視聴くださいませ。ということで、オンのテテ風メイクやっていきたいと思います。それでは、レッツーゴーヤーチャンプルー。最初にセザンヌヒステカリ防止下で保湿タイプオレンジベージュを使います。ベースはもうなんか普段のメイクと一緒でいいかなって思って、なんかね、前回さ K-POP アイドルを意識したからさ、結構顔は白く作ったんだけど、なんか自分の中でなんか浮いてるなみたいな、普段の別にベースメイクでいいくねと思ったんで、それで作っていきましょうね。はい。そしたらば、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇ、あなたが思うより健康です。この、回ってる。汚ねえな。これは、あの、もらい物で、キャンメイクメルティールニナスルージュリップカラー04番の、ちょっとこのオレンジ、目が強いリップを使って、ヒゲの青みを消します。これで、こうやってポンポン。こんな感じ。そしたら、汚ねスポンジで、なじませていきます。こんな感じ。今実況顔むくんでるからさ、本当にうまくいかないかもしれない。ってやって、ファンデーション入れます。ファンデーション、プシポン。ファンデーションをこの2つを混ぜて使ってます。こっちが、ランコム。ランコム、見えないな。タンイドル。ランコムと、メイベリンフィットミーリキッドファンデーションの128番を5対5の割合で塗ってきます。あ、5対5じゃなくて、ちょっと塗ってきます。もうこれはもう普段と同じ段取りって感じで、でもあの似せることしか考えてないから、もうなんて言うんだろう、この不自然なメイクになると思うし、もう普段全然も絶対使えない。こんなこと普段やったらバケモンっていうぐらいの、あの、メイクをやるから、ちょっとそこの辺はご理解いただけますか？すいません。で、まあこれパフで、丁寧に、叩いていきます。はい、こんな感じで、ファンデーション塗ったらコンシーラーを塗ります。ザ・セムのチップコンシーラー02番です。これを鼻の横とひげ、鼻
鼻の頭にもちょんってなります。でこれはもう一回この状態で置いて違うやばい、今普段メイクしようとしてた。普通にコンシーラーを眉毛このここに塗ります。これ結構ポイント。なんでかっていうと自分の眉毛は手よりあの、ね、目と距離が近いわけよね。手の眉毛の方がちょっとこう上にクッと上がってる感じだから、それを再現するためにちょっと眉毛の下もコンシーラーで消してちょっとこれで置いとく。本当はなんかこうノリとかでさ眉毛をこうぺったんこにして眉毛をなくしてから描きたいんだけど、ちょっとノリを持ってなくて。コンシーラーを密着させてからの伸ばしてる。まあ、口もね、後でコンシーラーとしていくんだけど、今やるやって感じなんだけど、ちょっと。これで。消して、ちょっとだけ。眉毛はもうちょっともうしばらく置こうかな。この状態も。あ、カラコンは、あの、リルムーンのやつ。です。パウダーを塗ってきます。パウダーをみんな大好き。イニスフリーのこのパウダーを使います。ちょっとなんかそう。明るすぎるのかな。ついてポンポンと。適当になんかこう置いてってこんな感じで。でもこの眉毛、このベタ塗りされてる眉毛も伸ばしていきます。でもね、元の眉毛がさちょっと剛毛すぎて綺麗に隠れてくれないんですけど、しゃあないなということで、それはもうしゃあないな。これもあのインスリーのパウダーで押さえていきます。こんな感じです。次あのシェーディングをやっていくんですけれども、最初に輪郭のシェーディングからしていく感じで、あの本当に自分は丸顔でこの締まりのない顔、締まりのない輪郭をしてるから、しかも今さこうやってさ全体的にファンデーション塗ってさ全然もう陰陽がないわけよね。それにこう陰陽をつけていこうと思います。今回このキャンメイクのセザンヌの、あキャンメイクだってセザンヌノーズ&アイブロウパウダー01キャラメル色を使います。これを全部こうガーって通さえ結構入れてくよ。この輪郭を、このほっぺたの部分ちょっとこれだけでもさちょっと違うのわかる。で自分がもう似てててさ、こうなんてシャキーンみたいなさ、わかる、シャキンっていうよりかちょっとこうカッカッてしてる感じの輪郭だと思うわけよ。でこの顎のここの部分もちょっとこう影を出て、このここ手手より顎が出てるから、ちょっとここの下の部分も削ってちょっとこう男らしい輪郭というか、顔の余白が多いから、こんな感じですかね。ちょっとカメラがね、あの眩しすぎて自分が見えない。お腹鳴った。また調整していきましょうね。ちょっとさっきと比べたら陰影がついたかなというふうに思います。次、鼻。鼻もめちゃくちゃ大事。ちょっと待って、もう少し輪郭やらして。鼻をやってきます。鼻もね、またテテは特徴的な鼻をしてるんだけど、すっ
ごいもう自分の理想の花をしてて、めちゃくちゃ綺麗なわけよ。でも自分はもう、小鼻がでかい。それがコンプレックスなんだけど。それを、さっきのこの使ったやつで、影をつけていきます。真ん中の色と、一番暗い色をちょっと混ぜて、で、徹底のね、鼻筋はね、太めだと思うから、自分の鼻筋はね、ちょっとね、ここら辺にあるのよね。でも、少しね、オーバーめに。しかもこの細い方で、鼻も、もうまっすぐな鼻をイメージ。入れて、大きい筆の方でちょっとぼかして。ここにも鍵を入れて、鼻がこうツンと上がってるように、ブイ、ブイ。小鼻も見せるようにここに影を入れていきます。ちょっとこの鼻の部分もちっちゃく見せる。テテのこの鼻の穴もねちょっとこう綺麗なわけよ。こう縦にクッと上がってるような感じで、だからそれを自分を描きます。もうあのね、自分がこの世でなりたい顔、血が出てなわけよ。でもやっぱり、ね、難しいわけよ、メイク。この人みたいな顔の人なんて、この世に一人もいないと思う。で、ちょっとね、この鼻の線、ここ。こんな感じで。思うんだけどさ、テテのさ、この鼻と眉毛のこの、なんていうの、つなぎ目がすごいなんかこう、なんていうの。次、眉毛かかります。眉毛もマジで一番大事な部分で、眉毛で、8割はもう似るか似ないかっていうぐらい、このメイクにかかってる。一番のポイントであるから慎重にやっていくんだけれども、少しこのね、思った上の部分を消すわ。なんかさ、どんどんさ、やり方が変わっていってるのがさ、すごいなんか申し訳ないんだけど、結構コメントでもなんか、なんていう、真似しますみたいに言ってくれる人がさ、いるからさ、嬉しいことに。だから、あれ前と全然違うじゃんみたいな部分がちょっと出てくると思うんだけど、ちょっとパワーアップという意味を込めて、やり方を変えてやってます。で、ここちょっとなんか違うなって思ったら、もう、コンシーラーをもう消しゴム代わりに使うから、修正して、バランス見ながら、いきましょうね。次、じゃあ眉毛やってきます。今、こんな感じで、色をなくして、なんか、上がり、なんていうの、これ多分、鼻筋と眉毛がこういう風な丸みを帯びた感じになってるから、なんていうんだろうな。捨て自体の眉毛はね、結構、こうしっかりとしたなんかこう、フィンみたいな眉毛なんだけど、ここでこうなることによってアーチに見えると思うわけね。真ん中ら辺から描いて、ここら調節しながら。で、このね、眉尻が上に上がってて、上がってて、で、ここがもうストンって下がってる。マジでね、人の顔って眉毛でもめちゃくちゃ変わるからさ、
自分似顔絵とかも描くんだけど、やっぱりあの眉毛はね、しっかり観察して描いてるね。マジ真剣今、ちょっと何も喋らないけど。まあ、ひとまずこんな感じ。次、アイメイクに入っていきます。これはもう、これもまた大事なところではありますけれども。今回は、オンの、オンで合ってるよね。オンの時のメイクだから、ちょっと、黒いアイシャドウを塗ってるかな。黒いアイシャドウを、ちょっと、ここら辺に塗ってきます。これはもう、あ、何使ってるか言ってなかった。眉毛はこれを使ってた。このプロライニングアイシャドウ、アイパレットのクリアのやつで。これで、自分はちょっとね、つってる目をしてるから、この下の方にシャドウも塗りながら、全体的にバランスを見て、垂れ目っぽく見せるようなアイメイクをしていこうと思います。これほんのり色塗ったらいいのかな。こんな感じ。青って黒っぽい、グレーっぽく見える。全体的にこう、うっすらと塗って、目尻を濃いめに入れる。で、ここがまた自分のこだわりなんだけど、アイシャドウ、この今濃いめに入れてるアイシャドウは絶対にこう上の方に塗らないっていう、控えめに下の方にこう向かって塗る。上の方に塗っちゃうと、それこそあれよ、あれ、垂れ目に見えなくなっちゃうから。で、下まぶたのところにも塗ります。そしてマスカラをね、塗ります。これもまた大事なポイント。それから大事なポイントって言ってるけど、逆まつげなんですよ。たてさんは。それをやっていくために、まつげを下に、自分をちょっとこう、これかな？上にちょっとこう、ふゆって向いてるから、これを全部下に持ってくる。この、下まつげになってるな、逆まつげになってるなっていうのが分かるような塗り方としては、白目にまつげがこう見えると、あ、逆まつげになってるっていう風に見えるのか、なんて言えばいい、これ言ってること分かる、こういうのすぎですよ、こんな感じ、これってこれ全然違うよ。全然違う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 。内側にやっていく感じかな。こう、内に。で、白目のところが、まつげの、まつげの後ろに白目があれば、まつげがこう下に向いてるのが分かりやすいって言えばいい。それをだから意識して。で、目頭、切開になります。キャンメイクの、クリーミータッチライナーで。目頭を塗っていきます。そんな、なんていうんだろうな。オーバーめには塗らず。結構さ、自分カラコンがさ、でかいから、こうアイメイクをがっつりやっちゃうと、なんていうんだろう、目がでかすぎちゃうから、アイシャドウは控えめに。てか、手の黒髪めっちゃかっこいい。もう少しカラコンもね、発色がいいんだけど。無理っすね。ついでに、ほくろ、ここに。次、
リップ。もうね、テテのね、リップはね、マジで特徴的すぎて真似できない。本当に。コンシーラーで口の色を消します。本当に特徴ありすぎて、逆に無理みたいな、ありますよね、そういう時。で、もうめちゃくちゃ自分は、あのね、本当にこれは、笑っちゃうと思うよ。クソオーバーリップで、もう自分の唇に無視してあの、リップ塗るから、ご了承ください。今日使うのは、こちら。チフレのリップスティック542番。この色を使います。こんな感じ。で、結構なんか、ナチュラルめな感じの色に。で、必ずこれは欠かせない。この山ね。出てこれちょんちょこちょんちょんちょちょんちょちょんちょん山描いてちょんちょこちょんちょんちょちょんここ大事。こっからもうここまでグッと入れる。こうもこうこう前回とは違ってちょっと超無理やり感ある感じなんだけど、こうやって完全なる無視をして、自分の口のこんな感じ言いたいことわかるでもちょっとさ思うんだけどさ、一瞬さ小林幸子みたいな、この口ちょっと小林幸子。でもテテワの唇はね、ハートの口をしてて、とっても素敵なんですよ。それを再現できないから、どうしてもやっぱり自分の口が形が全然違うか。これ単色だとなんかの絵みたいなの見えるから、このさっきあのヒゲで使ったこのリップを上にちょっと重ねてみようかな。で、またさっきと同じやつ。これで、この唇の上の、このくぼみと、こう。次、ハイライトを入れましょう。ハイライトは、この、サナエクセルスキニーリッチアイシャドウの、SR03 番、ロイヤルブラウン。この一番明るい色。これはプライベートって、プライベートっていうか普段メイクでも使ってる。ここにやったらもうツーンみたいな。で、ここ。で、唇のこの上ね。髪の毛を。セットしていきます。このさ、タトゥー英語のやつさ、ちょっとめっちゃ下手くそなんだけどさ、許してやって。はい、最初にこの N ドットを塗りました。こういう風に立てて、こう挟んで上に持ち上げるっていう感じで、まずボリュームをオイルを先で塗ってるから結構まとまりやすくてセットしやすいです。あとはもうくるんとこう縦にね、くるんちょっとやっていきます。もう髪セット自体もこそがさ、もう感覚でしかないからさ、適当にさ、こうテテの写真を見ながらやってる。こんな感じなのかなみたいな、こういう形かんだみたいな、お腹すいたマジ。ランダムにパーマ当てる感じですね。ここの方に、横の部分にボリュームをつ
かして、でも自分が見てる画像がさ、あのなんか音楽番組のなんかライブの時のビジュアルだから、ちょっとあの PV とはちょっと違うかもしれない。本当は耳がこうあったらいいんだよね。マジさ、もうさ、耳立ってる人マジでいいよな、羨ましい。それだけでもう勝ち組。結構毛先をぐるんってした方がぽいかもしれない。ちょっと調節しながらちょっと着替えて完成を見せたいと思います。はい完成でした。なんかこの前とそんな進歩してないなって正直思うけど、楽しかったからいいかなっていう感じで、今日も頑張ったよ。約2時間ほど、みんながコメントしてくれるからさ、褒めてくれるからさ、自分もあ頑張ろう、次はこういうの撮ろうみたいな感じで動画を撮る力になるので、よかったらなんかみんなコメントをくれたら嬉しいですね。あともうこのタトゥーとかも適当すぎてちょっとなんかキモいんだけど、この首のところとかもうここら辺とかも描くのやめて、適当になっちゃったんだけど、こんな感じでした。まあ、感じでお疲れ様です。達成感がすごい、もうめちゃくちゃ嬉しい。頑張ったよね。この動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。Life could be a dream. Life could be a dream.